ちは。今日3月6日から3月20日まで、不戦鉄展を開催します。不戦鉄、こちらの去年の東京ステーションギャラリーと奈良県立美術館で開催された図録なんですけども、こういう字なんですね。不戦、染まらず、鉄と、実はこれ本名です。不戦鉄字というのが実際の名前なんですけれども、もう画号も含めてですね、不戦鉄という名前で活躍をされた画家ですね。ちょうど昨年が没後40年ということで大きな展覧会があったんですけれども、その展覧会がきっかけになって非常に各方面に触発されてですね、再評価の機運が出ています。不戦鉄、東京小石川生まれなんですが、後年は、奈良京都が活動の場でしたので、発表も、奈良や京都の美術館やギャラリーということで、なかなか関東エリア、特に東京で発表する機会がなかったんですね。そういう意味で昨年の展覧会によって多くの人も知りました。私自身もなかなか知る機会がなかったんですが、その展覧会を見て感銘を受けた。でしかもこの東京のギャラリーでやるということも実は個展としては初めてです。この展覧会ではその展覧会がきっかけになって新たな発見された作品を中心に展覧会をするということで、不戦鉄の魅力、不戦鉄再評価の機運に流れに乗ることでですね、改めてこういう画家の一回いたんだと、その素晴らしさを皆様にお伝えできればいいなと思っています。はい、それで今回の展示の不戦鉄作品を紹介していきたいと思います。今回の実は展覧会の趣旨がですね、その昨年の展覧会がきっかけになって発見された作品の発表なんですね。中でもこの2種類のオリジナルリトグラフ版画、不戦鉄は1976年に84歳で亡くなったんですけれども、その2年前に2点版画を作られていたということが分かったんですね。でそれがこの2点なんです。イチョウの作品、それから落葉浄土という作品なんですけれども、車木工房、奈良に車木工房という版画工房があります。中川一政とかですね、小泉純作、あるいは千住博さんとかですね、一流の画家がそこに通われて、版画を作った非常にその実績のある版画工房なんですけれども、その車木工房にですね、その不戦鉄の作品が残されていた、それが発見がありましたね。でこのまずこのイチョウなんですが、まずこの書かれている内容なんですけれども、不戦鉄はですね、東京小石川の高円寺、光の縁のお寺と書きますけど生まれです。で今でも実はその高円寺というお寺はあるんですが、その高円寺にあるこのイチョウを描いています。幼少期に、非常にその思いがあって、遊んだ思い出の場所なんですね。で実はその晩年ですね、この大イチョウ、これ樹齢1000年のイチョウなんですけれども、かなり日本画作品でも何点か残されています。それだけに非常に思いがあったんでしょうね。やっぱり幼少期の思い、懐かしさ、それもう晩年に書かれたものなんですけれども、晩年になるまでその頃過ごした思い、何かそのイチョウに対するですね、非常に何か、お寺にあるということもあるんですけれども、非常に何かその神々しいと言いますかね、何か祈りの対象のような作品になってますよね。そういう思いを込めて作られた版画作品ですね。でこれは限定45部版画、リトグラフ版画としては非常に数は少ないですね。逆にそれだけに非常に希少性もあるなと。でここに実際に作られているのがそのある種という、用紙に刷られているんですけれども、これ4版リトグラフ版画っていうのはこの色ごとに版を作ってそれを重ねて作品にするんですが、これ4版です。非常にそういう意味でシンプルな、もうバーンと、見た誰か見てもこのイチョウというのが分かるんですけれども、それ以上にそのシンプルな中にその神々しさというか美しさ、これ落葉の場面が書かれてはいるんですけれど、イチョウの落葉なんですが、非常に何かそこに、神秘性とか幻想性があって非常に引き付けられる内容がありますね。でリトグラフ版画、よく、皆さんいろいろな誤解があるんですけれども、版画を作ることでですね、やはりその作家が普及するっていう非常に大きな意味があるんですね。日本画とか油絵ですと一点物ですから、それをコレクションできる人は一人しかいないわけですけど、複数の版画があることでその作家の素晴らしさを多くの人が共有できるという意味が非常にあります。ですから歴代の著名な画家が、例えばピカソにしてもシャガールにしても、日本では東山魁夷、
平山郁夫、皆さんですね、やっぱりそういう著名な画家というのはやっぱり版画があることで普及してきたということがあるんですね。そういう意味で付箋鉄が実は版画作品というのはこの2種類しか作っていない、逆にそれも希少な中で、まあ、数があるということでですね、非常に今回皆様に付箋鉄を理解していただく大きなきっかけになるなと、まあ、改めてご紹介したいところですね。はい、それからもう一作ですね、今回発見されたオリジナルリトグル版画のもう一点がこちらの落葉浄土という作品です。ちょっと先ほどのイチョウがですね、付箋鉄の、まあ、幼少期の思い出というか、それに対する思いを描いた作品に対して、こちらはですね、まあ、晩年過ごされた、まあ、奈良の山里のわらぶきのうちですよね。ですからこれも実は実際に見た光景というよりも、自分の中で そこで過ごされた思いがね、まあ、込められている、ある意味でその幼少期の思いと晩年の、まあ、これからいずれ旅立つ自分自身へのさまざまな今まで培ってきた画業への思いをここに込められているんじゃないかなと思いますね。でこれもですね、その落葉浄土、まさにその、まあ、落ち葉がある、まあまあ、浄土世界ですよね。まあ、実際に暮らした奈良の山里ですけれども、そこに何か浄土を見ると、付箋鉄の作品、昨年 そのステーションギャラリーの展覧会でもそうだったんですけど、全体にその共通していることは、その祈りの対象、風景、海にしても山にしても、こういうイチョウにしても、こういう山里風景にしてもですね、非常に何かそれに対する思いが非常にその祈りを込めて描いているな、それが非常に見る人にも伝わるなという印象がありますね。でこちらの作品がですね、やはりオリジナルリトグラフで作られたものなんですが、限定40部作られたんですけれども、ちょっと先ほどそのイチョウがですね、ある種という用紙に作られたのに対して、こちらの落葉浄土は実はこれ和紙なんです。和紙とある種紙と2種類実は版画を作られています。でそのうちのこちらはこの和紙で作られたものなんですが、また和紙独特の風合いで、紙の風合いですよね、それが非常に生かす中で、その落葉した浄土世界というもの、非常にここに引き付けられる思いがありますね。これは、ご飯の飯が作られて、で作られていますけれども、非常にその思いを込めた飯ごとに全て付箋鉄が絵を描いています。でそれをする中で非常にこのしっとりとした味わいというのがよく出ていますね。でイチョウもそうですが、こちらにも付箋というサインが入っています。それからこれここに付箋画と書いています。これは刷り込みで、のサインなんですけれども、ここに1枚1枚付箋の、実質のサインで、この番号もですね、おそらく付箋が入れた番号だと思いますね。非常にこれも作品として魅力のある、まあ、複数ある版画作品ですので、値段も比較的廉価です。そういう意味で非常に貴重な機会ですので、皆さんお持ちいただければなと思いますね。はい、だからこれ、今回ですね、展示の大きな目玉といいますか、まあ、本邦初公開、まさに昨年の展覧会がきっかけになって発見された3点の大作ですね。でそのうちの1点、こちらの作品です。これは大作です。海という作品なんですけれども、実は付箋鉄は、22、23歳の頃、伊豆大島に滞在した経験があるんですね。まあ、いろいろな思いがあって、奥さんと一緒に、まあ、伊豆大島に滞在されて、まあ、そこで漁師をしながら生活を3年ぐらい生活をしていた時期があります。ですからその時の思いをですね、後年海をテーマに、何点も作品を残されているんですね。特に昭和に、20年代30年代、奈良で過ごされて、まあ、奈良で制作をされていた時に、やはりそのかつての自分のさまざまなその人生の試行錯誤の中で、過ごした伊豆時代というものに対する思いですね、そうしたものを一点一点海思いを込めて描いた作品の一点ですね。で実はステーションギャラリーの展示ではですね、海の作品も何点かあったんですが、縦型の作品が実は多くてですね、こういう横もう一点海の横の作品があるんですけど、これは非常に珍しいんです。で今回発見されて、まあ、こういう作品が出てきたということで、私も人を介して、まあ、拝見したときにですね、いや驚いたんですね。いやこういう作品も描いていたんだと。もちろん縦型 の作品だけでも十分その内容の素晴らしさに感銘を受けたんですが、改めて
その幅の広さをこの作品を通して私は知ったんですね。でこれまあ水墨なんですけど、本当にこれ独特の、これ付箋の描き方ですよね。よくこれも波なんですが、よく筋目描きといいまして、この微妙なですね、この墨の濃淡を、これ墨ですから書き直しができないので、これ一気に描いてるはずです。それがですね、非常にこの、墨の濃淡、青墨を生かしたですね描き方で、これはもう独特の、これ誰にも真似のできない、もう付箋ならではの表現ですよね。それからこの、まあ岩というか、まあ、島、これ、まあ、岩なんですけれども、これがですね非常にその、水墨の良さというか、まあ、線の一つ一つの 線描きの中でしっかりと捉えられている。何かですね、これ見た時に岩を描いてるんですけれども、何かお地蔵さんのような、ね、印象が あるんですね。何か仏様、まあ、先ほどの版画の紹介の時に一つ一つの、ね、祈りの対象として絵を描いてると思ったという話をしましたけれども、この作品も何かその一つ一つ細部を描き込む時の思いがですね、何か祈りの対象のように見えて、非常にこれも何か浄土世界にも通じるような内容になっていますね。で実はそのこの作品を通して思っていることがですね、非常にその俯瞰構図といいますか、ステーションギャラリーの展示でも何点もそういった作品があったんですが、独特のその視点ですよね、俯瞰するような構図と同時に、非常にその密度の濃い細密描写、ですね。で全体がですね、いわゆる遠近法にはなっているんですけれども、西洋的な遠近法であると同時に、東洋的なですね、三遠法っていうのがあるんですが、三遠法、いわゆるその、上から見る視点後円という視点、下から見る視点深円という視点、横から見る平円という視点、これ独特の中国からもたらされた三遠法という遠近法もあるんですが、西洋的な方法と東洋的な方法、両方をうまく混在させる中で、独特の俯瞰構図と細密描写で、そこに非常にその、洗練されて、もう水墨ですからそんなに色数も使ってはいないんですけれども、非常にその、墨に五彩ありという言葉がありますけど、逆に見る人にいろんな想像させる、まあ、海の青さも想像させるし、この、岩であり島の様子もですね、非常に深い、ものを感じさせる、非常にこれはですね、見れば見るほどぐっと引きつけられる内容がある。そして書かれているテーマが、生涯、追求されたその、まあ、祈りの思いですよね。先日NHK の日曜美術館でも付箋術が特集されていて、何度もナレーションで出てきた、いい人になりたいと、心を磨くことが芸術修行であるということを付箋術が残された言葉として紹介されていましたけれども、非常に生涯ですね、自然と向き合う中で、自分とは何か、自分自身のその本当に心を磨き切った中で生み出された、まさに芸術作品という印象を持ちますね。これはもう本当に傑作だと思います。先ほどの作品と並んで、もう一作の海ですね、この2点ともですね、昭和30年代、おそらく、60代だと思いますね。最も付箋の、実は生涯ですね、非常に長い画歴があるんですけれども、戦前は定点というところに出品されていました。で戦後はですね、奈良で、学校の理事長校長職をしながら一人でも制作をされていた、ですけど、定点の出品作も素晴らしいものもあるんですけれども、ある意味で到達したといいますか、特に50代60代以降の作品がですね、生涯、いわゆる芸術修行として、絵と向き合ってきた、自分と向き合う中で生み出された絵を多く生み出してきた付箋術の、ある意味で非常にその油に乗り切った時代だと思いますね。ですからこちらの作品も先ほどの海と同様にですね、以前自分が過ごした伊豆時代の、伊豆大島で過ごした思いをもう一度絵にしようということで生み出された作品の一点ですね。でこちらも非常にその印象的なのが、この波と同様にこの岩、先ほどもそうです、こちらの方がより何と言いますか、非常にそのリズミカルなね、この墨の線ですよね。私これ見た時に雪舟とかですね、
浦上玉堂、あの室町から江戸の代表的な水墨画家がいるんですけれども、そういった人たち の, その線の描写に非常にその近しいものを感じて、非常に何て言いますか、これはも もう勢いで描いてるだけに、非常にその絵に躍動感があって、あの生き生きとしてますよね。でそれが非常にその絵の素晴らしさになっている。私、水墨画というのはなかなかですね、あのここまで墨というものを理解して、まあ、一気に描かなければいけないので、本当の水墨画の魅力を伝える作家、まあ、近年少なくなっていると思うんですけれども、先哲 の水墨画は非常に近年、稀な素晴らしいあの内容があると思います。ですからこれもですね、同じようにこの、波の調子、それからだから 波がこれ横ですよね。それからこの岩が縦、この水平と垂直のこの構図というのも非常に見る方からすると、あの非常に安定感を持って見ることができるし、またそれと同時にこの、あの海の動き、それから縦のこの岩の林立する姿、これが非常にそのですね、躍動感があって、非常に全体の空気感もあると。で表現も先ほど申し上げましたように、その西洋的な遠近、東洋的な三遠法、そうしたものが全てミックスされた作品ということで、この作品は先ほどの作品と並んでですね、これは代表作として後世に伝えられる作品だなと。あの本当にあの東京ステーションギャラリーで見た時も素晴らしいなと思ったんですが、それ以上にこの作品がですね、まさに美術館級の作品だなと。よくこれをお持ちになっていた方が今回あの見出してくれたなと思いますね。いろいろこの所蔵者の話を伺いますとですね、以前直接その先哲と交流のあった方、今の当代の何代か前の方なんですけれども、そういう関係の中でこの作品が残されたという話を伺っています。そういう意味で本当に貴重なものをあのよく残されたなと、改めて感謝を申し上げたいところですね。はい、もう一点ですね、今回 初公開、特別展示の対策のもう一点、この奈良風景ですけれども、奈良風景、あの後年ずっと奈良にお住まいで奈良風景も数多く描いています。今回の作品もその奈良風景を代表する一点ですね。で実はここに書かれているのは、これあの薬師寺の東の塔、それからこれがあの東照大寺ということですね。それからこちら、これが興福寺なんでしょうか。それからこれがあの東大寺ですね。こちらが若草山と。で実はこれもですね、あの結構不鮮鉄奈良風景としてこの構図を描いてるんですが、今回、地元の方にいろいろ伺いますと、必ずしもこういうあの俯瞰で見えた形ではないそうなんですね。あの実際に、薬師寺の東の塔はこういう形だそうなんですけど、東照大寺は、ね、なんかこういうあの切り口で、なんか本当は横らそうです。で、東大寺のもうあの他の奈良風景の作品を見ると、実はこれが正面に見えるんですが、実はこれは横になってるんですよね。で若草山は実際にこういう形で俯瞰すると見えることができると。ですからかなりあの不鮮鉄の作品は俯瞰する絵が多いんですけれど、これもその通りなんですが、その中に自分のイメージというか自分の想像で、かなり作られているところもあるようですね。特にこの、薬師の塔とこの東照大寺のこの構成が、あの かなり自分の中で意図的にこういう形にしたそうなんですけれども、でも実際 のある意味でその絵を描くということは、必ずしもその場をそっくり写すということが絵ということではなくて、やっぱり自分のイメージといいますか、ある意味でその絵ですからね、自分の中でこの構成で絵を作るということも非常に大事なことなんですね。そういう意味で不鮮鉄が実際に見た風景にプラスして自分のイメージ、一つの自分の中で生み出された奈良風景のある姿というものをこういう絵にしているなという印象もありますね。でこれも、まあ紙に墨だけで描いている、墨の濃淡の微妙なあの濃淡で描いていますけど、なかなかですね、ここまであの細密にか、まあ、俯瞰をしながら大きくつかみながら、また細かく細部もきちっと描くというこの水墨によって、ここまでの表現というのはなかなかあの近年あの見ることはできないですけど、非常にその素晴らしい
表現ですよね。でこの大きさも非常にこのいいですね。見る方も非常にその奈良風景というものを実感することができますよね。墨の濃淡だけで描いているので、まあ、色がないんですけど、何かその奈良の自然の美しさというか、すがすがしさというか、非常にその想像をかきたてさせられますよね。まあ、それが逆にそういう想像をかきたてさせられる水墨の意義というか、色がない分見る人にいろんなイマジネーションをが生み出されるものが実は素晴らしい水墨画なんですけれども、この作品もこのモノトーンではあるけれども、その水墨の素晴らしさ、美しさというものを見事に引き出しているな。私近年20世紀ですね、水墨画はもともと中国から日本にもたらされて、室町以降多くの日本の水墨画家が輩出してますけれども、20世紀以降の水墨画家としては非常にその不戦鉄という作家はですね、特筆すべき画家として位置づけられるんじゃないかな。単に画家としての評価プラス水墨の一つの形を作った作家としても私は評価したいなと改めて今回思いましたね。はい、今まで紹介した作品は本当に皆本邦初公開発見された作品なんですけども、実はこちらの作品はですね、昨年の東京ステーションギャラリー奈良県立美術館の展覧会にも出た作品です。図録にも載っています。でこれは信州の風景なんですけれども、昭和の初めなんですね、信州に、旅行されて、描いた信州風景を描いた作品が何点かあります。その中の1点、これ縦長なんですけどね、非常にこの、下からずっとここにも人もいますし、何かその信州ののどかな風景を歩いている様子がよく見えますよね。なんとなくその春のイメージというか、水墨らしいこの描き方ですよね。非常にこの縦長独特の中に、この下からその遠近をうまく生かしながら、こちらの方は円形ですので若干ぼやけた調子、ちょっと空気遠近法的な表現にはなっているんですけれども、非常にそののどかな信州風景のイメージというものが伝わって、非常に好感の持てる作品ですよね。いやこういう水墨、実は不戦鉄、一部には知られている画家で、商品も数多く描いてるんですね。先ほどの紹介した奈良風景の薬師寺等々なども結構商品も数多く流通しています。それからと同時にこういう水墨画ですね、これは信州風景ですけど、こうした縦長の掛け軸になった水墨画もですね、非常にその家庭用というか、個人コレクター向けということも含めてかなりいい作品を残されているんですね。この作品も、出品作品、いわゆる美術館にも出品されたという付加価値も大きいと思いますね。そういう意味でも非常にこの貴重な作品を今回も展示することができましたので、こちらの作品も他の作品と合わせて皆さんにご覧いただければと思います。はい、この不戦鉄展、今ご紹介しました、新たに、44年ぶりに発見をされたオリジナルリダクル裸婦版画2種類、それから、本邦初公開の大作3点ですね、それから掛け軸と、数は少ないんですけれども、改めてその不戦鉄という作家を再評価する、機会にもなっているかなと改めて思っています。不戦鉄という作家、私もその名前は知ってはいたんですが、なかなか現物に触れる機会は少なかったんです。それが昨年の大きな展覧会で私も拝見して、非常にその内容の素晴らしさに感銘を受けました。後年はですね、奈良にお住まいで奈良や京都での発表が多かったので、なかなか東京で紹介される機会が少なかったんですね。そういう意味でステーションギャラリーでの展覧会、これを企画された、富田館長をはじめですね、関係者のご尽力には敬意を表するところなんですけれども、でもともと東京小石川の高円寺、光の縁のお寺と各高円寺生まれということがあって、芝中学、実は芝中学はですね、田中一村も芝中学で、略歴を見ると田中一村の先輩にもなるんですね。 ですから東京にも非常にゆかりのある方がなかなか今までギャラリー等で発表される機会がなかった。そういう意味でこういう展覧会を開催ができるということはですね、改めて不戦鉄の画業を振り返るきっかけになったかなと。
で、歴史的に振り返りますと、必ずしもその生前知られることがなかったけれども、非常に内容のある絵を描いていて、亡くなってからいろんな関係の中で発見をされて採用化されてくる画家というのは非常に今でもいるんですね。今お 話をしました田中一村やですね、高島弥十郎とかですね、あるいはうちでも展覧会をやったんですが、犬塚勉とか牧野邦夫とかですね、生前もちろん内容のある絵は描かれていたんですが、なかなか広く知られる機会がなかった。それがいろいろ発見の機会、あるいはそれを見出す人がいる中で改めて紹介されることで、その再評価の機運が高まっている方って結構いるんですね。日本だけではなくて、ゴッホなどもそうですよね。生前知られなかったけれども亡くなってから評価がある。フェルメールも実は亡くなってから200年以上経って再評価ということになっているんですね。ですから そういうまだまだ私たちが知らない素晴らしい絵を描いている方、世の中たくさんいるはずなんです。なかなかそういった機会がつかめないというところで知られないんですけれども、私もやっぱり画廊の仕事の一つとしてこういう作家を世に問うていくということも大きな仕事かなと思っています。でそういう意味でこういう普選展を開催できる、しかも今回初めて発見される作品が数多くある中で紹介したいと思っておりますので、貴重な機会、ぜひ多くの皆様にご覧いただければと思っています。3月20日まで開催します。またその版画ですのでね、その後も展覧会終了後も皆様にご案内できる機会もあると思いますので、ぜひ、長屋画廊へお越しいただければと思います。皆様どうぞよろしくお願いいたします。